エド・シーランの IC ファイアリミックスでサウンドクラウド再生回数5500万回を記録したほか YouTube 動画でも6500万回さらに Firestone に至っては YouTube で7億回 Spotify で5億3000万以上再生されたまた史上最速で Spotify の10億回再生されたアーティストの記録を持つ介護はシンガポールで生まれた 6歳の時にピアノを習い始め、16歳に本格的に音楽作りを始める。そして、スコットランドのヘリオット・ワット大学に進学。2014年、ファイアーストーンでデビュー。その後、ウルトラミュージックと大型契約を交わす。2016年8月には、世界的イベントであるリオ・コリン閉会式に出演し世界中の脚光を浴びる。 2017年には、イットエイントメや、スターゲージングを作曲。また、この年の4月に、世界最大級の音楽フェスティバルの一つである、コーチェラのステージにて、アリアナグランデをゲスト出演させるなど話題を呼んだ。その際、マービン・ゲイのセクシュアル・ヒーリングのリミックスや、アリアナグランデのノーティアーズ・レフト・ツー・クライをプレイした。2018年には、サンドロ・カバッツァとの ハッピーナウやワンリパブリックとのストレンジャーシングスを作曲している。2019年にはホイットニー・ヒューストンとのハイヤー・ラブをリリース。2020年にアビーチーの未完成曲フォーエバー・ユアーズをサンドロ・カバッザと共に完成させた。2020年からナインティ1 9が流行し始め、ライブやフェスなどが次々中止になっていく中、YouTube や モーメントハウスといったサイトを使い、オンライン形式で自宅や雪山でプレイした自身の DJ パフォーマンスを発信している。ありがとうございます。